東日本大震災からこれ13年目の3月11日迎えましたけれども、東北の被災地というのはですね、被災当時から人口減少と高齢化、これが同時進行しておりまして、被災地はこれ近未来の日本の姿だというふうに当時も言われてたんですね。震災前の人さえ戻らず、人口減少と高齢化っていうのはさらに深刻化していると。今回の能登半島の復興にあたっては、今度こそ地域の活性化とモデルになるような復興にしていかなければならないと思いますが、大臣はどのように考えられますか。まずやはり二次避難をしていらっしゃる方々が一刻も早く地元に戻るためには、やはり仮設住宅、これが大事ですよねと。また、なりわいの再生と生活の再建、こういったものを基本にしっかりやってまいりましょうというようなお話をしてきたところでございます。これで大臣ね、元に戻るだけじゃまた衰退するだけなんです。これを契機にですね、新しい人が外から入ってくるような、新たなこう活力を生み出すような、やっぱりぜひそういう復興計画を立てようということをですね、ぜひやっぱ国からもですね、これは促していただいて、新しい姿をぜひ作っていただきたいと思います。